リミエステは16じゃない、23に変えた。だって、起きたらすぐ新幹線で、ちょっとな。急すぎる。なったでしょ。だって最近なんかおかしいよね、バトルとかの。始める前持ってる人いますか？から回ってくんじゃねえ、何個か。せやろ、多分分からんけど。ご飯ちょっとおかわりするか、で味噌汁ちょっとだけ汁入れてもらうか。かけご飯にしようかな。さらにあれに卵ぶっかけて、タンパク質取ってよ。それいいかもな。な、ずず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 ず。聖杯はアイテム投げてたら聖杯が手に入る。何パーセントかね。投げ方とか。気にしなくていいよ。なんでこれ？ひき肉は？ないよ。あるよ、ちょっと。ひき肉ないのに、何でを、何をおかずにご飯食うの？それをおかずにするのかと思って、そういう意味じゃないの。ちょっと待ってよ。ひき肉もほんまに、これぐらいしかないわ。え？ご飯食えねえだろ、これじゃ。おかずで食べるのかなって思って。しかも、卵かけご飯にする話しなかった。ひき肉何もあるの？ひき肉はほんまにちょっとしかない。びっくりするぐらい。ちょっと卵とかけるか。ご飯だけって。いやいや、ひき肉ご飯で食ってんだから、おかわりはひき肉ついてくると思うだろう。そうなの？そりゃそうだろう。ちょっとしかないわ。もうチンしなくていいよ、持ってきて。で、どれくらい？少ないよ、これいくらなんだ。だからちょっとしかない。鳥の餌より少ないよ。言ったよ、ほんまにちょっとしかない。いくらなのもひどいだろ。これと、あれ、海苔あるだろ、海苔。ああ。あの海苔と卵だな、醤油。これでいいんじゃないの？嫌だよ、黄身だけで卵かけご飯したくない。白身。へえ、そう。それはもう食べないってことでいいの？うん。なんかこれにね、ありとあらゆる醤油？醤油？いや、それじゃねえんだな。甘くて少し醤油。あ、昆布醤油でいいよ。
すぐ聖杯ぶっ放すよ。すぐ聖杯。なんで取り持ってくる？卵の殻あるやん。これ殻の殻をもうそこに置かないと。これがあかんやん。何やってんの？これ捨てへんから。卵の殻どこに置くの？私が持ってくよ。そぼろが少ないから卵もぶっかけるんだよ。なじゃん。最高や。12時10分にもらうか。お邪魔します。いらっしゃい。お疲れ様。ありがとうございます。うん、無料は止めといた方がいいんだよね。いや、無料投げていいよ。うちそんなんないよ。お邪魔します。お邪魔します。いらっしゃい。休憩するんか？しないよ。ちょっとお腹満たされてしんどくなったけど。いや、まだ味噌汁ある。味噌汁、うん、空っぽちゃん、ありがとう。シャワー浴びる？浴びないよ。水道代節約。
アイテム何に投げればいいですか。何でもいいよ。豚とか象とかメダルとか何でも嬉しいよ。よっしゃ、船行こか。船行くけイルミネーションケーピー Thank you。 腕何の柄ですか。これタイマーだね。何の柄か、うわー、オーメガ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 、いないとやっていかない、ニャンニャンギャラクシービーバービーバー Thank you。 ナイスビーズ、ビーズ最近よく出るな、ありがとう。何なんだろうな、柄がよくわかんないよな。毒みたいな穴かな。じゃあちょっと行くか、お仕事しに。多分行くでな、本当に初期な、明日の夜やで。わかった。ご飯。食べるよ。食う。お酒は？わかんない。ご飯大好きで。あんた言って。ここにしときよ、くーちゃん。我が家のおしっこアタック、よし、行こう。じゃあ俺行ってくるわ。これ、あ？じゃあ行こう。忘れ物ないな、携帯、よし、オッケOkay.
じゃあお家帰ろう。明日あの卵かけご飯のあれ行ってもいいなと思ったけどさ、明日いろいろやることあんだよな。いろいろやること。結婚っていいなんて、こんなにいいものかい。ご飯も食ったよ。キャリーケース言うの遅いわ。もう降りてきたわ俺。いいよ、いつでもキャリーケースに行けるだろうか。せいぜい正解10個あるみたい。ちちょくんのこと投げてるから。政治と張り合ってるわけじゃないから、何個持っててもいいけどね。政治、政治、ふわっち、ふわっち最強、最強男、政治クレイジーパピーヨン。よう食べましたわ、ほんま。ほんま、よう食べましたわ。明日魚釣るぞ。魚釣りに行ってさ、魚が釣れないからな。ちょファニーに言っといてよ。配信してるでしょ。明日ガチで本気で魚と釣りに行くからって。で魚釣れなかったら帰んねえわ俺。魚釣れるまで意地と意地とのぶつかり合いよ皆さん。いいですか、昼からもう早く生きていいけどな。意地と意地とのぶつかり合い、ガチで釣りたい。タバコと飲み物、コンビニでジュース補充で買ってく。ジュースと何欲しい、チョコレート。何買ったらいい？ジュース、チョコレート、スイーツ、糖分。あ、ストレス軽減、ギャバチョコ。あれ効いてるかもな。あれ食ってから情緒不安定じゃねえな。今日ちょっと情緒不安定になりかけたけど。ギャバ。あのチョコレート食ってから俺の精神はまるで生まれたての猫のように落ち着いてる気がするね。七夜のチョコもらってた？
あの冷蔵庫のチョコ、あれまだ食べてないな、食べようか。ふわっち大賞のアイテムとメダル、いや一緒だと思うよ、一緒だと思うよ。しんちゃんも明日釣りに行きたいって言ってた。じゃああいつ呼んでも来ねえだろ、女とずっと一緒に行くから。なんか船釣りがどうのとか言ってたけどな。新平、新平配信してる？アホゴリラしてなくね？一緒に釣り行きてんだけど、なんか言ってたんだよね、中旬ぐらい暇かみたいな。あ、韓国行ってんの。新平の彼女金持ちそうだよな。メダルないのよ、ミニトロフィー。そうなの、わからん。なりてや。金持ちっつうのはどこから金持ちかって言われたら、買い物するときに悩まないような買い方ができる、それがいいな。金持ちじゃねえよ。金持ちだったら俺なんか頑張らないだろ。頑張んなくていいんだから。頑張らなくていいようになりたいね。俺頑張んの嫌いだから。どうしようかな。いいもん着てるよママ。見たことねえだろそんな。いいもん着てるよ。タコ釣り、いやあれは奇跡のタコだって。あれは奇跡のタコ。今後二度とタコなんか釣れる日ねえだろ。あれは奇跡のタコだぞ。釣ろうと思って釣ったわけじゃないからね。釣ろうと思って。ちょっともう一回コンビニ寄るか。なんか買っとこうかな。たまたま釣れてしまったんだよ。奇跡の一本だこ。コンビニ寄るわ。ちょっと待ってな。飲み物を補充しねえとよ。夜口が寂しくなるだろう。開いてた開いてた、今見たら。あそこが安いんだよ。で、あのもう一個のところは2倍ぐらい高いんだよな。3倍か2倍。釣って止まってまた釣ればいいって。あれ財布ない？あるわ、ポケット。ちょっと俺飲み物買ってくるわ、待ってて。
よいしょ。ただいま。買ってきたからよ、水とレッドブル。羽生やすべくな。おみやら買ってきたからよ。よろすか。え、よろつく。ふわっち大将。何ふわっち大将って、あんたが大将、あんたが大将って。イベントエントリーはまだしてない。まだ何にしようかなって。何に、今回はなんか女配信者の人たちがみんなすごいね。男配信者よりすごい強いね、みんな。ねえ、みんな、ねえ、みんな頑張っててすごいね。女性軍団がすごい強い、強いですよ今回。すごいね、女性配信者の皆さん、すごいね、頑張ってんね。女の時代だ。男は女との勝負に負けたんだよ。上位軍ほぼ女性。あと引っ越しセンターへ。これね、ここなんかあるんだけど、これなんなんだろう。電子レンジ、こたつ、椅子。これ椅子誰かもらったらいいよ。これ立派な椅子、椅子。家に持って帰ったらいいよ、捨てんだから。ファニー、あ、ファニーさんにそんなの捨てていいって。みんな勝手に捨ててんだよ。ちょっと待ってな、ちょっとこれ写真撮っとかないと。これカラーマッチ、ナイス。風船もセンキュー。カラーマッチチチチチチチ、カラーマッチチチチチチチ、カラーマッチチチチチチチ。あ、DJからナイスありがとう。カラーマッチチチチチチチ、あ、イルミネーション風船ナイス。すこぶる、すこぶる寝てっから気持ちいいな。体調マックス、ほんま。カラーマッチチチチチチ、はい。カラーマッチチチチチチチ、はい。カラマチチチチチチチ、はい。カラマチチチチチチチ、小腹が空いたようなサンドウィッチ。
小腹が空いた用のどんどん兵衛で、あとは飲み物、ちょっと飲み物入れてしまうな。サンドイッチ今食おうかな。サンドイッチ今食べちゃう。腹減ってきた気すな。食っちゃうな、サンドイッチ。パワーを欲してんな。この睡眠にどれだけのパワーを使われたかな。よいしょ、今食っちゃうかな。トゥンタントトン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 。美味しく食べました。トゥンタント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 ン。機長とパルのアイテムなんで違うんだろう。どういうこと、どういう意味、何が違うってどういう意味。見てねえからわかんねえよ、カスどもの配信なんかよ。パルパル、はるちゃん500個ぐらいしか飛んでない。すごいやん、女。女強っ。前半出なくてよかったな。前半出てたら5位も入れなかったよ。すっげえな、すげえな、女性配信者。その後爆睡しちゃわない？いや爆睡するかもしんないよ。コメントなし、アイテムしか飛んでない。いいよ、俺もコメントなしでアイテムだけ飛ばねえかな。ここ投げじゃ追いつかねえだろ。まくるならもうずっとファンタで飛ばなきゃ無理だろ。無理だろ。こじゃマンコカッピライダー写真とか送ってそうな女だな。変態親父が投げてるんだろう。いや分かんないけど、そいつは分かんねえけどよ。見えれ、呼ぶも送りつけてみよう。ケツの割れ目、ケツの割れ目送りつけたらいい。あ、だけどなんか俺の嫌いなカマチンが5位にいるやん。俺の嫌いなカマチンが、カマチンが5位にいるやん。で、パニック浩二さんが6位。
想いゆらゆら Thank you, thank you I love you。 いいよね、歌って飛ぶから。俺カラオケなんか行ったらリスナーに怒られんだよ、イベント中。おめえはイベントをやる気ないのかって。ひどいよねひどいよね。なぜ私だけ悪口になるのでしょうか。俺がカラオケ歌ってたら、お前はやる気がねえならイベント出んなよとか、だから負けんだよとか。ひどいよね。歌って勝てるかもしれない。今度はあれ一回やってみたいね。イベント一回終わるまでもずっとカラオケ、もうずっと、まあ、カラオケ以外やらない、カラオケ勝負イベント。寝る、なんだ寝るって。勝つかもしれんや。ねえ、勝負でってでってでてて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 。二頭をかぶってやれ、その頭投げる気しないから。養分さんの歌好きです。俺も好き。すごいね、本当に悪口しか言わなくて。歌ってアイテムが飛ぶならば一生僕は歌いたい。携帯の画面、逃げ切りかな。逃げ切れるだろ、300万冊くらいついてんだよ。なんでまくられる。まくられたら大したもんだね。まくろうと思ったらもうファンタだけで行かなきゃ無理だろ。無理やろこれじゃ。女配信者はね、ワンオペすぎるんだよね。ワンオペ、勃起体のワンオペじゃきついよ。ただ男のリスナーの投げる人は強いんだよな。基本男が強い、最強。あれ？中山2位になってるよ。中山あんだけ、いやーもうザコしかいないんだよね、変なやつしかとかっつって言ってたら、こいつイベント2位になってんだけど負けてんだけど。あ、1位に返り咲いた。あ、何ビッグニートと戦ってんの。
中山とビッグニーと戦ってんの。中山とビッグニーとが戦ってんだけど、ニー誰かと思ったら、デコルテ姉さんが意外にリスナーいないな。デコルテ姉さんが、8位か。デコルテ姉さんもだけど風船とかはアイテムは読まないんだね。ありがとうございます。メガホンは読むんだ、風船は読まない。こういうところなんか見てたら差つくな。無料も読まないね、デコルテ姉さん。俺今3個投げたのに、ひどいよね。で一方ミニラは、ミニラは金玉です。これもう通報して、通報して、お前らミニラ、ミニラ通報して、卑猥なものを配信に載せてるっつって卑猥なものを。あと誰いんの。メロンちゃんも強いんだよ。アスカメロン声枯れてるし、声枯れてるし、すっげー声枯れてる、すっげー声枯れてる。頑張ったんだな。これめっちゃ怪しい占い師、うさんくさい占い師。この人アイテム飛ぶんだっけよ、宮下先生が、プラチナ、うさんくさいよな宮下先生が。めちゃくちゃうさんくせえなと思う。まあホラガイ合宿でもしようか言うてくれてるんで言うてくれてるんで、うさんくさい。ちょっとまず皆さんにもね、なうさんくさい。イーブイ君も強いんだよね。イーブイ君、イーブイ君も強いんだっけ。イーブイ君みんな強いんですよね。一方これ放ったれやろう。ギリギリ、ギリギリはどこにいんだろう。あ、これか、ギリギリ。ギリギリくん、ギリギリくん4位や。あ、ギリギリ4位、あ、総合4位なんだ。強っ。強っ。ゆめき、ゆめき誕生日だったんだっけ。ケーキ1個投げたるか。だけどこいつ頑張ってんな。近い人たちのまくりは全然あると。まあ、配信ゆめきは他のうんこ食いと同じでずっとうんこ食おうっていうことしなかったな。なあ、あ、なにこれ、なんで皆さんあと不明なエラーってなったんだけど。アイテム買えなかったのこれ。アイテム買えねえじゃん。まさかこれもう一回買ったらもう一個ってなる？まさか2個になんねえよな。あ、1個来た。相変わらずつまんねえ男だな。つまんねえ男だな。ありがとうございます。
っぱくて。つまんねえ男だなこれ。ありがとうございます。なんだこれ。バカにしてるだろ、相手も投げてんの、投げてやったのにな。エリエッセ、エリエッセ。頑張りやす。なんだこいつ、投げて損したわ。な、投げて損したな。バカにされて気持ちになるんだから、投げてんのに。なんだこいつって。じゃあ、次役で。中ちゃん負けた？余裕ぶっこいでっからだよ。はい、次役で。